皆さんこんばんは、秋葉北のあげられです。今日はね、大阪の梅田に来ておりまして、いつものことここ、あの池下さん前にね、一回来たやんか、ここに来てんねんけれども、今日はね、なんかな、ちょっとあの何軒か飲み歩いとったんやけれども、これで、何かちょっと飲み足らんかなと思って、あの最後の締めで来ようかなと思ったんやけど、今日はスペシャルゲスト、この方でございます。最近毎回スペシャルゲストですけど辻由美さんが来てます。ということでね、辻由美さんと、何だろう、たこ焼き、大阪名物のたこ焼きを食べて飲んでみたいと思いますね。早速入っていこう。ではでは乾杯しましょうか。はい、乾杯。乾杯でございます。はい、皆さん乾杯。今日いっぱいできてるからね。うまいね。まずはこれ、おでん、こんな卵、これいっとこう。うん、卵うまい。見る、ここね、ほんまね、見てもらえない、おでんのあさりのだし、このね、ちょっと手で持って申し訳ないけど、こういうあさり、こういうあさりで煮込んだおでん、これめっちゃうまいで、ね、うまいね。横で鈴木さんが食べてんだけどほんまにあさりのおだしってほんまに和風チックというかな、日本人でよかったいう感じでうまいよ。うまいね。塩のたこ焼きいっときましょう。塩やからね、珍しいやん。あっとりあえず熱い。うまい。取れなくなってしまいます。ソースいっときましょう。ソース。うん、塩。たこ焼きね、やっぱり。塩たこ焼き。ソースうまいな。隣で鈴芽さんが塩たこ焼き食べてるから。うまい。これがさ、ネギ醤油やって、ネギ醤油と初めてやわ。ネギマヨとちゃうねんな、ネギ醤油やって。絶対食べきれないの。もうスケット入れんけど。ネギマヨやねんけど、ほんまにほんのり醤油の味するわ。でも、わかりやすいだネギマヨ。ネギマヨうまいな。いいよ。うまい。で、さっき何だろう、あっさり塩味のたこ焼き食べてはった隣の鈴芽さんが感動してはったわ。大阪のたこ焼きうまい。やっと大阪に来たって感じ。何が違う？関東のたこ焼き。こっちはもう本当にカリカリで、中がトロトロみたいなのを売りにしてる感じだから、そんなに外から柔らかいの初めて食べた。あ、そうなの。だしの味も全然違う。なんか東京のたこ焼きは外がカリカリらしいねんな。うんうん。で、こっちはなんか食べたらトロトロやん。そうふわふわぐらいの。あれが僕らの普通やねんけど、だから銀だこさんとかあの辺はその好き嫌いあるけれども、周りがカリカリになってるらしいわ。そう、だからそれが売りみたいな。前にだから東京の人とか大阪のたこ焼きとか違うっていうもんね。全然違う。まだ東京の人とか大阪じゃない人、大阪のたこ焼き食べてみて。うん、ぜひぜひ。ネギ醤油でございます。やねんけども、見た感じネギとマヨネーズが、ネギマヨが多分正式名称じゃないんやけれども、分かりやすいと思うよ。うん。
ほのかに醤油の味すんねんね、うん、醤油すんねんけど、でもどっちかだネギマヨっていう風なタコで言うてもらう方が分かりやすい、うん、ね、そうそうそう、ね、あの普段東京のたこ焼きしか食べてない鈴海さんが感動してやるから、こっちの中にふわふわやる、うん、びっくりした、よかった食べれてですか、はい、喜んでいただいてよかった、ビール乾杯、乾杯、はい、どうだ。ということで、ね、はい、本日は久しぶりにこのおでんとたこ焼きの池下さんにお邪魔して食べて飲んでみたけど、今日はね、遠方から鈴海さんに来てもらって、たこ焼きを楽しんでいただきました。どうでした、たこ焼きの印象は。いや、もう本当に東北で食べるたこ焼きとは全然違くて、もう本当今日はね、いろんな大阪の味を知れて本当にありがとうございました。よかったですか。美味しかったです。ほんまにね、普段僕ら食べ慣れてるたこ焼きが食べたことないことでめちゃめちゃ感動していただきまして、うん、今日ほんまありがたく存じました。何を言うてんの。ということで、ちょっとほんまめちゃめちゃ用できたけれども、今日はこの辺でまた帰りたいと思いますんで、本日も長々のご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。コメント、高評価、チャンネル登録お願いします。次回の動画もお楽しみに。ということで皆さん、さようなら。お邪魔しました。